というわけで、はい、今回動画で使用したこちら変幻自在のネックピロー、デッサループ。自由自在に形が変わるネックピローですね。結構なるんですね。そう。持ち運びはね、割とコンパクトに、かつ変幻自在なので、どんなところにでもしまえます。自分のね、こう寝やすいスタイルに合わせて形を変えれるという。何がいいってですね、これ2色ね、上と下で色あるんですけど、まあ、濃い方が暖かい方の素材が使われてて、裏側はね、今ぴったりの冷感機能ですね、すごい冷たい感じのね素材になってるんですよ。しかももしかしてこれ洗えるやつですね。そうなんですよ。カバーをね取り外して洗ったりもできますね。洗えるのはすごい嬉しいね。結構いろんな寝方できてたね。考える寝方、これいろいろ載ってるんですけど、載ってない寝方、まず一つマッサージ屋さんパターン、こうやって寝よう、うつ伏せで寝たい人いるじゃないですか。この時にこれ輪っかになってると、このままこうやって寝れるんですよね。これ注意なのは、よだれが枯れちゃうんで、ね、使いづらいし、普通マッサージとしても十分ですから、使えちゃうんで、めっちゃいいわ。やってると真ん中の穴があるから耳がね当たらなくて、よく耳気になるもんね。そう。ちなみにこれさっきやってたけど、壁にもたれかかるのが一番俺の中で良さそうだ。こうなんか横にこうやるやり方で、こう壁にこうつける。これが一番いいかも。壁がある時は使えそう。壁がない時は、まあ、これをちょっと、ね、分厚め二重にして、ここでこう、今さらに。なんか蛇が巻きついてるみたいな。しかも、夜行バスとかでね、ペアで行くときとか、枕忘れたの、じゃあ貸してあげる、これなんて。これにどんどん縛って寝るっていう。どうですか？やらんやろ。やらんか。やらんの。ちなみにこちらの専用のね、収納袋も、こちらですね。このサイズ感に収まるという。そうなんですよ。なんかあれやね、ぐるぐるのソーセージ。ああ確かにね、めっちゃでっかい版みたいな。ソーセージ丸めた。旅行によく移動する方はね、本当にぴったりだと思うので、ぜひ旅のお供に、気になる方は URL 概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてください。チェックしてみてください。それではこのネックピローで575。はい。ぐるぐると首に巻きつく。ヘビなのね。素晴らしい。